ウオエのエンブレムウオエは、スペイン海軍海兵隊艦隊連隊に属している特殊部隊である。部隊人員は、約160名で、部隊長は、海軍中佐、部隊編成は、本部管理招待、部隊戦術式招待、医療支援招待、教育支援招待、2個作戦招待、1個、潜水小隊で成り立っている。任務は、 海兵隊の作戦展開前の情報偵察や対テロ任務であり、所属隊員は長距離潜水能力、空抵抗化能力、コマンド能力などを身につけており、あらゆる状況下での作戦実行が可能である。1969年にスペインの旧植民地ギニ,ニアから自国民を退避させる任務を遂行したのが初任務であり、 スペイン国内外で長年テロ組織 ETA の取り締まり活動をしている。2002年12月9日にイエメン沖を航行していた北朝鮮籍貨物船をアメリカ政府の要請によりスペイン海軍特殊部隊員が臨検し、臨検の結果、甲板状のセメントに覆われたコンテナからミサイル部品が発見された。このスペイン海軍特殊部隊員はウオエだと言われている。2009年 ウオエを限定に海軍特殊部隊が誕生し、吸収される形で解体した。ウオエの隊員ウオエの使用する銃器はこれらに限定されているわけではない。ありがとうございます。